こです。今日は2020年上半期買ってよかった便利グッズ紹介したいと思います。この半年もいろいろなものを買いました。まあお家で使うものですごく便利で、あ、買ってよかったなって思っているものをランキング形式で、5つ紹介していきたいと思います。はい、まず第5位、じゃん、こちら。これはですね、こんな感じの箱なんですけれども、こちら、テプラライト、すごい超コンパクトな、ネームシール作成機です。文字を打つとこうシール状になってその文字が出てくるっていう、まあ、テプラってあるじゃないですか。そのテプラがこんなコンパクトになったんですよ。こんなコンパクトに、すごい良くないですか。普通のテプラって結構これの5倍ぐらいの大きさはあると思うんですよね。文字打つボタンどこについてんのって感じじゃないですか。これですね、スマートフォンのアプリとこう連携してあの文字を打つっていうアイテムなんですよ。そう、テプラライトっていうアプリで、アプリにこの文字を入れて、外枠とかね、いろんな外枠とかも選べるので、この枠から好きなのを選んで、フォントはこのスマホにダウンロードされているフォントならもう何でも使えて、まあ、例えばここにかき氷って打ちました。でこっちは電源、ここに電源があるので、ここを電源ポチッと押すとこうね、ライトがついて、こう Bluetooth で流します。ほら出てきた、もう出てきた、はいっていうことで、でここのボタン、ハサミマークが書かれたボタンをポンと押せば、こんな感じで簡単にとっても早くネームシールが作れるっていうやつで、すごいいいですよね。これお部屋をお片付けして収納を整理するっていう時にラベリングすると、物の定位置とかがね、あの決まってお片付けがしやすい、物の整理整頓がしやすいっていうのがあると思うんですが、そういうねラベリングで使ったりとか、いろんななんかおしゃれなボトルとかにいろんな食品を詰め替える方は、おしゃれなフォントで英語で書かれたシールとか作れば、なんかおしゃれなボトルみたいな感じのが作れたりとか、子供の名前を書いてあの子供の持ち物に貼るとか、今までもテプラあのもっと大きいバージョンのとか持っていたんですが、この本体の大きさですかね、なんかよいしょって持ってきて打ってっていうのがなんかめんどくさかったんですが、これならスマホでねポンポンポンって打ってシュッて持ってきて Bluetooth でつなげるだけでシールができるから、すごい買ってよかったと思います。はい、単4電池4本入れれば、動くっていう感じですね。電池だからなんかケーブル、長いケーブルビビビとかいらない、とっても楽ちんっていうのと、こっちにねあのテープを入れるんですが、今私はあの白いテープを入れているんですが、ほんといろんな色があったりとか、あとなんかマスキングテープみたいなやつもありました。まあ、普通のテプラのテープは使えなくて、このテプラライト専用のあのテープを買わないといけないんですが、そのテプラライト専用のテープっていうのは本当にいろんな可愛いのがいろいろあって、すごいいい。テプラのシールって結構がっちりあのしっかりした素材だったんですが、昔使ってた普通のテプラのシールは、こっちはそんなに光沢とかなんかビニール感とかそんなになくて、濡れたら割とすぐ剥がれちゃいそうな感じの素材ではあるんですが、まあ、別に、うん、まあ、濡れないところに使えばいいっていう話、うん、普通の大きいテプラよりもなんかこのテープの幅の大きさとかそんなにバリエーションないっていう感じですかね。あの全然家庭で使う分には全然これすごいいいと思っています。このコンパクトですっきりした見た目、そしてスマートフォンですぐ簡単にネームシールが作れるっていうのはすごく便利でした。そう、次、第4位、油性スタンプ黒って書いてあるんですが、黒の油性のスタンプ台と娘の名前が書かれた、ハンコのセットです。そう、ちょっとねこれ娘のフルネームが書かれてるのでちょっとはっきり見せられなくて申し訳ないんですが、子供の名前をフルネームで、スタンプにしてもらえて、油性スタンプ台で油性のインクをそこにつけて娘の持ち物にこうスタンプできるんですよ。そう、このスタンプのインクが油性だから、お洋服とか布製のものにもスタンプできるし、まあ、本とか平面的な、まあ
プラスチックのものとかならこうね何でも、油性なのでスタンプできて、でよっぽどゴシゴシ、まあ、漂白剤とかやらなければもう落ちないっていう感じの、アイテムです。そう、と我が家の娘は保育園に行っているので着ているお洋服とか着替え、まあ、持っていく着替えとか、まあ、靴下とかも全部に名前を書かなきゃいけないんですね、マジックで。靴下 もう片方ずつちゃんと名前を書かなきゃいけないし、あの名前を書かないと誰のか分からなくなっちゃうから書かなきゃいけないんですが、もうね全部いちいちマジックで書くのって結構な手間で、シャツとかに名前書くにしてもなんかシャツってこうよれるからなんか全然上手な字で書けなかったりするじゃないですか。もうスタンプならこうポンってここにインクつけてポンって押すだけ、一回押すだけで済むからとっても楽だし、しかもお洋服とかももう一回ポンって載せるだけだからよれたりせず、あの綺麗な文字で名前をねつけられるんですよね。すごいよ、買ってよかったと思ってます。まあ、小さいお子様がいてもう一つ一つに全部名前を書かなきゃいけないという方への、まあ、おすすめのグッズです。そう、次は、第3位、じゃん、こちら、富澤商店で買った生姜パウダーです。はい、まあ、これはあのお料理で使うグッズなんですが、富水生姜パウダー有機栽培使用、有機栽培した生姜をパウダーにしましたということで、こんな感じであの生姜が、パウダーになった。塩気とか何も入ってなくても本当に生姜だけを、こんな感じで細かくパウダー状にしたっていうやつなんですが、すごいこれ便利で、生姜って何かとお料理でいっぱい使うじゃないですか。生のを買ってきてすりおろしたりみじん切りにしたりって結構めんどくさいじゃないですか。まあそれが一番美味しいのかも、美味しいかもしれないんですが、まあだからあの結構今まではあの生姜チューブ、すりおろし生姜チューブ、何かとこう臭み取りに生姜って入れて、まあ、使っているので、すりおろし生姜ってすごいすぐなくなっちゃったんですよね。チューブ状のすりおろし生姜って毎回なんか買ってストック置いておくのもめんどくさいしって思っていたんですが、この生姜パウダーに出会って、生姜パウダーもともとはなんか美容のためになんかこう飲み物とかに溶かして飲もうかなって思って買ったんですが、今ねほとんどそれしてなくてもうお料理に使ってます。そう、すりおろし生姜の代わりにも使えるっていう感じ。煮魚とか作る時も、まあ、普通はの生の生姜をスライスして入れたりすると思うんですが、もう煮魚とかも生姜パウダーをねこのままパパパって適当に、まあ、あまり入れすぎると辛くなっちゃうんですが、一つの鍋に対して、まあ、小さじ1杯いかないぐらい入れて、でやればもうほんとちゃんと臭みも取れるし、あと角煮とか、あとチャーシューとかを作る時ももうねいちいち生の生姜を刻んだりしないで、もう生姜パウダーをパパパって入れるだけでも臭み取りになるので、すごいこれ買ってよかったです。そう、少量で済むのでそんなになくならない、そんなにこう買い足しする必要がないっていう感じ。これ 100g 入っていくらで買ったんだっけな、まあ、何百円とかで買ったと思うんですが、すごい持つのですりおろし生姜のチューブよりも全然コスパいいし、これ買ってよかったと思ってます。袋だとちょっと使いにくいので、なんか100円ショップとかでこういうパウダーをパパパってかけられる用の容器みたいなの買ってきて、まあ、詰め替えて使った方がいいかなって、まあ、思っていつつまだやってないんですが、もう生姜パウダー自体がすごく便利です。そう、普通のスーパーで生姜パウダーを買ったことがないのでちょっと味の比較はできないんですが、まあ、富澤商店で買った生姜パウダーしっかり辛くて生姜の香りもしっかりしてちゃんと臭み取りになるので、うん、おすすめです、おすすめです。次は第2位、じゃーん、こちら、電気圧力鍋です。はい、電気圧力鍋、もうお家にずっといる期間にねこれ買ったんですけど、ほんとこれ便利、買ってよかった。なんかこれを買って角煮にハマって、結構ね、角煮をね、食卓に出すことが多くなったんですが、電気圧力鍋がすごい便利で、まあこれ買った時にも動画にしてるので、その時の動画、概要欄に載せておくので、ぜひね、気になる方は見ていただきたいんですが、これすごい、本当に買ってよかった。角煮食べたいっていう時ってもう結構気合い入れて、作ってたんですよね。今まで豚バラのブロックを買ってきて重曹を入れて煮込んで一回下茹でして、それからの味付けをして、さらにすごい煮込んでみたいな、すごい結構時間かかってたんですが、もうこれならもう材料パパパって切って入れて、調味料パパパって入れて、で蓋を閉めてスイッチオンでもうあとはほったらかしでいいから、手の込んだ煮込み料理を作る時のハードルがかなり下がりましたね。うん、
具材が大きい芋とかも簡単に火が通るし、もう美味しくなる、こう便利だし、もう味が美味しいんですよね。これで作ったものの味が美味しい。これは本当買ってよかったはい、ということで、そして第1位はじゃん、こちら無印良品のサーキュレーターです。はい、本当に買ってよかったいや、今まで紹介したものも本当に買ってよかったんですが、主人ともこれはいいねっていう話で、とってもね、大活躍してます。そう、これはあの無印購入品を紹介しますという動画で、その購入品の中の一つとして紹介したんですが、とってもこれ静かなんですよ。風の強さが3段階にできて、本当に1段階の一番弱い設定ならもう本当につけてるかつけてないかわからないぐらい全く音、音しなくないみたいな、音しないんですよ、一番小なら。どうだろう、マイクだと結構普通に聞こえるよりも大きく聞こえちゃうかな。どうだろう、今小をつけました。中つけます。大つけます。はい、こんな感じで、あー涼しい涼しい本当音が本当にしなくて、とってとても快適。音が聞こえなすぎて消すの忘れちゃうっていうことがあるので、まあ、タイマーついてたらもっと良かったかなっていうのはあるんですが、まあ、それにしてもすっごいこれいい。いや、本当に買ってよかった。我が家にそっちの和室、こっちの隣の部屋がエアコンがついてないんですよ。だからこっちの部屋で過ごすときは、ここのドアを開けて、ここの部屋のあのクーラーの涼しい風をそっちの部屋にも送るみたいな作業をしてるんですが、その時にこのサーキュレーターでね、こっちに涼しい風を送るっていう時に、今日にすれば音はまあ少しはするけれども、結構強い風なのでちゃんとこっちの部屋も涼しくなってくれるし、ただこっちの部屋にいて空気を循環させたいっていう時には弱にしておけば、もうつけてるかつけてるかわからないぐらい静かな音で、空気を循環させてくれるし、見た目もこうね、すっきりシンプルでいいし、掃除とかもそんなに手間じゃないですね。スポンジに洗剤つけてとかで簡単に洗えるし、羽とかもハンディモップとかでポンポンポンってこう中のホコリを取るっていうだけでいいから、そんなに手間じゃないし、この手入れも別に月1ぐらいしかやってないですね、ここの中を掃除するって。でもそんなになんかそこまでホコリ気にならないんで、全然楽ですね、全然楽。とにかく静かなサーキュレーターが欲しいんだっていう方は、これすごいおすすめです。無印良品の MJCF18JP ホワイトだからダブルか、ダブルってやつ、すごいおすすめ第1位でした。はい、ということで今回は2020年上半期、買ってよかった便利グッズランキング紹介してみました。本当にこういう素晴らしい商品を作ってくださる方に本当に感謝ですね。まあ、皆様の快適な生活の何かの参考になったら嬉しいです。まあ、下半期も何かね、いろいろいいグッズを見つけていきたいと思います。では本日もご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いします。バイバーイ。